せーの、とんかつ。はい、おはようございます。まあ、ただいまですね、深夜の2時でございます。いやー、ちょっとお腹すいたんで、ちょっと今からご飯食べたいと思うんですけれども、さっきセブンイレブンに行ってきました。イエイ。そして晩ご飯がですね、こちら、じゃん、 UFO の濃いソース、こちら一つと、こちらたこ焼きですね。前回食べたんですけど、金のウインナー、これもう大好きすぎて最近ハマってるんですよね。金のビーフカレーです。そしてやっぱセブンといえば揚げ物なんで、春巻き買いました。次はこちら、じゃじゃん、塩レモンさんの唐揚げ棒です。新しい味みたいですね。そしてやっぱさすがに野菜がないということで、じゃじゃん、こちらコールスローサラダ、やっぱ健康志向なんで、これを食べていきたいと思います。そしてお味噌汁の代わりにはこちらですよ、新しいチキンラーメンのてりたまを買ってきました。そしてデザート、こちらです、とろ生カスタードプリンですね。そしてやっぱりご飯のお供にはコーラということで、準備していきたいと思います。はい、準備できました。早速食べていきたいと思います。いただきます。やっぱね、最初はね、味噌汁代わりだよね。すごい美味しそう。私チキンラーメン大好きなんですよね。甘くて美味しい。じゃ、こちら金のウインナー食べたいと思います。うん、金のウインナーめっちゃうまい。これたこ焼き、いただきます。セブンのたこ焼きふわふわで美味しい。これ新発売の塩レモン、うん、衣がサクサクでめっちゃ美味しい。ローソンの唐揚げとか全く違う。うん、ちょっと春巻きいただきます。めっちゃ美味しい。焼きそば UFO いただきます。私焼きそばの中で一番 UFO が好きなんだよね。なんかわかんないけど UFO が一番美味しい。一平ちゃんとかも好きかも。やっぱね、いつも通り分割していかないと。やっぱりサラダ、うん、やっぱサラダ大事ですよ。ゼロカロリーサラダ食べたから。今ハマってるほうじ茶です。緑茶よりもほうじ茶が最近好きかも。コーラが一番好きだけどね。そしてこちら、もう忘れらんないこのカレー。普段も食べるようになっちゃって、このカレーがめっちゃ美味しいんだよね。ちょっと辛い。カップラーメンの謎肉ってなんでこんなに美味しいんだろうね。うん、これめっちゃうまい。正体知らないんだけど、やっぱウインナーが一番美味しいかも。うん、一番合う。今日はね、バーがお休みなんですよ。家にいると何してます？私は実はスイッチを買いまして、みんなってやりたいからバーに持ってったりしてて、スマブラみんなってやりたいから、なんかどんどんやってキャラをなんか使えるようにしなきゃいけないみたいで、まだ6人ぐらいしか出てないんですよ。おすすめのカセットあったら教えてください。チキンラーメンってほんと美味しいよね。本当に私なんか思い出が、これもう怒られるんだけど、前もお母さんにめっちゃ怒られたんだけど、お母さんの得意料理何って聞かれて、前に小学生の時にチキンラーメンって答えたことがあって、めっちゃ怒られた。最近ね、お酒をめちゃくちゃいただけることになって、声がさきさきしてるんですよ、私今。すっごい低い。もっとは高いんです。声だけは可愛いねってよく言われます。声だけはね。こんななんか披露していいか分かんないんですけど、クレヨンしんちゃん分かります？大好きなんですよ、私クレヨンしんちゃん。じゃじゃん、携帯カバーまでクレヨンしんちゃんになったんですよ。で、クレヨンしんちゃんのモノマネがめちゃくちゃ得意。ってことに気がつきまして、オラは人気者っていう曲があるんですけど、ゾウさんゾウさん、めっちゃ似てません？なんだお兄さん、納豆にはネギ入れるタイプ？どうすか、似てますよね。これ絶対ちょっとこれを極めていこうと思って今練習してるんですよ。
あと家でお笑い見てます。うち従業員の男の子、イケメンな子が4人ぐらいいるんで、従業員コントみたいな始まるんですよ結構。その時に私最近まあでんぐり返しをよくするんですけど、あとはなんかうちの子がブレイクダンスやってて倒立ができるんですよ。歌が上手いイケメンと浴衣とかみんな着れるし、なんていうんですか、本当に楽しいんですよお店が。で、その中でも3人でこの前やろうってなった時に、なんか一つあるといいねっつって、最近我が家めっちゃ見直してて、めっちゃ面白くないですか、見直してるんですよ私。もしよかったらね、名古屋見に来てください。名古屋じゃない、我が家てかこのカレーめっちゃ辛いんだけど。最後の1個です。最後の唐揚げはね、マヨネーズをつけて、私のうまいマヨネーズ、いただきます。はい、最後いつも言ってるんですけど、お茶碗のここにご飯粒がついてるのが本当に嫌で、ちょっとこうつゆを入れてちゃんと綺麗に食べたい。こちら完食しました。じゃん、完食しました。デザート食べます。ちょっと生カスタードプリンですね、いただきます。大好きなんだよね、おい。見てください、このきめ細かなプリン、めっちゃ濃厚。甘めるソースがいい感じ。はい、ということで完食しました。夜中の2時にこれはもうね、私にとっては通常コース、ということで今日は夜中の2時に爆食してみたっていう企画でしたね。チャンネル登録と高評価お待ちしております。それではバイバイ、またねー。ごちそうさまでした。